はい、月刊三橋メンバーの皆さん、こんにちは。三橋貴明です。今回はノンフィクション作家の川添恵子先生をお招きいたしまして、その中国のカラクリと、まあ、我々を今苦しめている、まあ、武漢発症の新型コロナウイルス。まあ、コビットナインティーンでございますが、なんでこんなことになったのかっていうのを、ちょっと突っ込んでお話を伺いたいと思います。先生よいい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、以前から我々はそのチャイナグローバリズムということで、はい。 中国は自分は市場を守ります。移民も入れません。で、技術を起こしなさい。でもあなたは技術売りなさい。製品買いなさい。人も受け入れなさいっていうような非常にアンフェアなグローバリズムが、まあ2000、特に2001年の,あの中国の WTO 加盟以降続いてきたと。で、それがまあ限界に達して、それでもアメリカとの完全な覇権戦争状態になったような話をしてきましたけど、今回の新型コロナウイルスの感染症のかパンデミックっていうのは、これまさにグローバリズムの そうですそうです影響ですよね。やっぱりあの中国人がたくさん動いてるところ、はい、たくさん住んでいるところ、それから移動するところっていうところが、うん、やっぱり被害が大きいんですよね。うん、で特にやっぱりイタリアの北部。それはねみんなあのふまあのなんか不思議に思ってるんですけど、えなんでイタリアなの？で誰とも思ってると思うんですけどどうしてなんですか、ねうん、イタリアの北部はですね、はい、まず90年代の少なくとも前半から。うんはい 繊維業界といいますかね、洋服の、はい、そういったことで闇労働者として、うん、中国の浙江省の温州市の方が大量に移動した場所なんです。はいえー、じゃあ結構古いですね。古いんです。はい、で実際ね80年代はもし中国人とか日本人いたらイタリア人は宇宙人がいると思ったんです。うん、そのぐらい。珍しかったんだ。そうなんですよ。はい、そのぐらいいなかったところにガーッと入っていったわけですが、その中の北部の三州がその州都がミラノであるロンバルディ。 アはい、それからベネチアがあるベネト州、うん、でボローニャがあるエミリアロマーナ州っていうところ、はい、それからプラスフィレンツェエが州都であるトスカーナ州、はい、ここら辺まあ 3, と3州プラス1つになるんですが異様にたくさん中国人の労働者がいるんです。で特にになんですけれども、まあ、あの今年はは月イタリアと中国は 文化観光交流を促進する都市として1月に記念式典も開催、えー、もうすでにもうウイルスが出ていた頃に隠してやってるんですよね。うん、まあそんなこともあ で,ですから前年度そして今年すでに普段よりも相当数多い人が動いてたと、うん、でさらにイタリアもクリスマスの時期、はい、それから旧正月の時期まではいろいろこうお休みになったりシフト制になるのでるやはり中国の方も年に一度唯一帰れる時だったりするんですよね。はい、うそうすると もちろん杭州の恩衆に帰ることが多いわけですけれどもそれ以外で言ったら部下に帰る人もいるしどこか行く人もいるわけです、はい、でそういった形で、まあ、あの非常にちあのイタリアの北部っていうのはどのぐらいの,労働者の中国人労働者の方々が、はい、まあロンバルディアとか北部イタリアで。 働いてる感じなんですかねあの闇労働者もいっぱいいるから、はい、本当にわからないんですけど、うん、あの数年前の話なんですけれどもね特にミラノとかのファッションを抱えてる、はい、支えてるところプラートっていうトスカーナ州にある市なんです、はい、でここの町の新市長になった方が町の人口の3分の1が中国人になってる。えー <laughs> すすごいですね、はい、私実は十数年前に行った時にも、はいうん、もうすでにねこう清福みたいなところでこう、はい、アルバイトとかここで仕事がありますよっていうのが貼ってあるんですよね掲示板みたいなところ、はい、それがもう全部中国語でした。へ それであの特にハイファッションと言われている、まあ、グッチとかヴィ、うん、トンとか、はい、フェラガモとかそういう一番高いレベルのところって手作業のものが多いんですよ手作業のものもが多いところってアトリエっていうところで作っていくんですが、うん、そこにその中国の方がもともと闇労働みたいな形で入って、はい、闇労働だと長時間、うん、しかも賃金安く使えるってことで、はいまあ、イタリアもちょっとずるいことをやったわけです。うん それで、そういう人たちが、今度は地下からの、地下銀行からお金をもらったりして、ある時期に乗っ取っていったわけです。で、自分がオーナーになったりして、はい、で、イタリア人の職人を追い出して。さらには、また中国から連れてきたわけ。です最初はなんか、不法移民だったんですね。そうです。で、不法移民だから、安く使えるから、ラッキーだーってやっていたら。ら、はい、乗っ取られてしまって、自分たちが立場を失って、さらに中国人が入ってきた。で、こういう流れなんですね。そうなんですよ。そして、さらになんですけれども。はい、まあ、イタリアはね、その移民サービス。 サービスセンターっていうのを設置しましたね。はい、で、まあ中国人、事実上中国人ウ植える株ってこと、90年代にやったんです。うん、で、そして98年と2002年には。 数十万人規模の不法移民の合法化をしたんです<ー>で、これは実はスペインも今回もスペイン多いですよね、うん、あのコロナは、はい、スペインも同じ時期にやってるんですで、それに関しては欧州連合はけんけんごうご、うん、勝手なことしてくれてと、はい、なぜかと言ったらイタリアで合法化された人はどこでも <laughs> そうなんですよ <laughs>、はい、そういうことなんですだからこれはものすごく問題になったんですが、はい、まあそういった形で合法になった人たちが に自分の地元から連れてくるっていう状況になったんです。はい、で、ミラノといえば本当に誰でも知ってる町なんですけど確か8年前なんですね、はい、この市役所の住民登録簿に登録されている名字に関する新聞報道でみんなが仰天するわけです。はい それはベスト10の中に中国系の名字が3つも入ってた。へー、あれですね。なんかロンドンで生まれる子供の名前がマホメットが一番多いみたいな。それが中国版になってんですね。はい、そうそう、まさにそういうことなんです。はい、そして結局1位はね、まあイタリア人ってロシっていうのを乗るロシさんで、2>, はい、2位ですよ。2位がコキンとの子でフフ。で8位がチンさんでチェン。で10位がシュウさんだったんですね。でもみんなもうガチョンだったわけです。はい もうそういったことからももう何て言うんですか結局中国の方っていうのはあの自分がその浙江省の温州市の中心であればそこから同じ言葉の人を呼ぶんですよね、はい、そういう形でどん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 そこら辺の人が増えていったっていうところで、まあ、あのもう一つは例えばスペインもそうなんですけどファッションというより革製品が世界的に有名ですよねそこにも温州人を送り込んでるんですね。はい でこれはまだ私もきちんと分かってない部分もあるんですがイタリアもマフィアがいますよね。はいうん、で中国も黒社会があって、まあ、言葉は良くないんですけど奴隷をあの送り込むかのように。はい 送り込んでいったような状況が特に90年代の前半はあったんです。野党みたいなやつらですね。はい、そうなんです。それとやっぱりその時のあの世界情勢っていうのが重要で、はい、1991年の12月にソ連が崩壊したわけです。そで,す、ねはい、でその後あのエリアって全部無法地帯なんですね。でですからその中国のそのお金がないといいますか、はい、闇労働者になるような人は陸続きで電車 バスでずっと国境まで行って、でロシアとかに行った時あのなんていうんですかタバコかなんかをワイロとかで渡して、はい、で吸筒を入っていってイタリアとかに行ったわけです。うそういった意味でまあそれがこの20年ぐらいの中ですごく増えてしまって、はい、でまあメイドインイタリー バイチャイニーズっていう形で、繊維業界を中国人と中国マネーが支えるっていう構造になってしまっているわけですが。が、はい、イタリア人はどう思ってるんですかね。何も気にしてなかったんですか。あの、あの要所要所で、怒り狂ってます、ね。はい、うん、やはりやっぱり新しい市長が保守系になると、このように三分の一。うん がね、中国人になっちゃったとかあと看板が「はい、タンを吐くな」っていう看板になったりとか、うんまあ、そういうことをずっと繰り返してきていて、ええ、私も今回思うのはこれほどイタリア人の方は亡くなってるわけですよね、はい、コロナで、うん、ですからあの中国人排斥運動が始ままると思いますあの南側というのはそのシリア難民とかが、はいまあ、ギリシャから渡ってきたりあるいはその、はい、地中海越えてきたりということで問題になってますけども。はい 全然別の移民問題が実はあの北部イタリアにあったってことなんですね。そうなんです。これ気がつかなかったですね。私ね、2010年の中国人の世界の取る計画の中に書いたんですよ。うんはい、で、ですから2004年あたりに取材をしていて、はい、書くところがなかったんですよ。うん、それでずっとそのまあ温存していて、うんはい、まあ10年前の自分の本に書いたので、それ以降もイタリアはどうなってるかずっと見てたんですね。うん、で、実は去年ベネチアに行ってるんですよ。はい でやっぱりそういう意味で言うとそういう B 級品のファッションなんか売ってるところは中国のお店であって中国の人がいるんですねこれあれですねもう、まあ、イタリア全体とは言いませんけどそのベネチアやミラノといったその北部の、まあ、経済の中心地について完全に中国共産党あるいは中国チャイナグローバリズムが。 なんか乗っ取りにかかってるっていう印象が出ますねこれっそうなんです。<はい S 2> 結果的にも乗っ取っちゃってる状態なんです。<ー>でやっぱりその伝統産業としてマエストロっていうのはそういうなんていうんですか洋服のちょっとしたモールをつけるとかボタン一つ作るのも手作りだったりとかそういう技術を持っていたわけですよ。そういう人を全部失職させて。 でハイファッションを取っていき、はい、さらにはもうちょっとハイファッションではない部分も中国が浙江省の方に工場がいっぱいありますから、うん、繊維工場がだからそこで作ることによってもうイタリアが設けてたものがただブランドだけがイタリアになっていて、うん、事実上は中国が設けてる状況になってたんです。 それって何でしょうイタリアによくまあこれまではそのチャイニーズの排斥運動とかが起きなかったなというのは逆に不思議なんですけどもあですやっぱりその要所要所でそういう動きはあって <はい S 2> 特にミラノとかもその倉庫街っていうのがあってで,できていて倉庫っていうと大きなイメージだけど普通の商店みたいなところが。 あの安いいいいジェリーのがいっぱい置いてある倉でそこでは24時間車がねあのガスエンジンかけたまま止まってたりして、うん、でよくあの戦いになってたんですよ。はい、でミラノの警察と中国人の地元の人のけが起,起きてたんです。はい、で実際その中国の人も亡くなったりあのイタリアの警察の人も亡くなったりしてるんですだからそういうニュースはずっとあったんです。はい ですから、まあ何とか追い出したいとか、あと土日はやめてくれとか、うんはいろいろルールを変えながら、まああのイタリアで中国人にそのイタリア的な生活にを根付かせようとしていくわけですが、わかります。イタリア化を図るところですね、まあ。はい、でも全然うまくいかなかった、ね、っていうことですよね。はい、そのなんか気になるんですけど、学校とかってどうなってるんですかね。うん、あのまず出稼ぎみたいな形で。はい っていう場合と、まあ、地元の学校に入れてるんですかね。うんうん、だから、私が去年行った時、話したイタリア人じゃなくて、中国人も。まあ、一応、最低限のイタリア語は話す人もいるっていう感じでしたね。はい、ただ、やっぱり交わるっていうことはないですよね。よねじゃあ、違う。まあ、そこに、まあ、あの、中国共産党支部ができてってるって感じになっちゃってるわけですね。そうです。はい。 で結局、まあ、中国っていうのは、まあ、自分たちがオリジナルで何かを作ることはでできないわけです、うん、ですからもうある意味で言ったらイタリアといえばファッションとか、はい、そういうものをこう、まあ、フランスもそうですけど、うん、フランスはもうちょっと排他的できるルールがあったので入りにくい部分があったりとかだからそこをやっぱりイタリアは賄賂で何でもできるみたいなところがあって、はい、そこにつけ込まれたと思うんですね。 やっぱりその国の体質とかいうので、狙いやすいところ、そうでないところがあって。そうなんです。もう分かってるわけですね。今日。そうなんです。だから、例えば、究極中国と相性が良くないのは北欧なんですよね。北欧はルールがあって、はい、みんなガラス張りで生活が。まあ、マイナンバーみたいにくっついてるわけですよね。それで、やっぱりその物価は高いし、その上で、なんていうんですか、変な転売とか、そういうこと。売ったり買ったりはできないシステムになっているので。はい、だから、北欧にはやっぱり中国の人って、あんまり。 あのいつかないわけですよまあ仮にアラブ人、中東人、アフガニスタン人がいっぱいしちゃってますけどね中国では行きにくい,いスウェーデンはねそうなんですよね、はい、だからそういうところでイタリアとある種ちょっとこう相性がいいところがあったっていうのは事実だと 思います、はい、でまあいずれにせよなんですけれどもその中国っていうのはまあ鄧小平さんの時代からね、はい、まあ改革開放ということをして、まあ、赤い資本主義っていうことをしたわけですが、うん、社会主義なんだけれどもその競争原理を入れたと。でその後90年代っていうのがその先ほどの話の通りにソ連は解体したわけです。はいで ある意味で言ったら中国はあの人口があって安い労働力があるということでものすごくポテンシャルのあるところという形に世界にプロパガンダされたことによって日本はそこにブワーっっっっていってて乗いしまったわけですよね、うんでまあ、どんどん日本の産業もなくなっていく上で、はい、結果的にはサプライチェーンの中で中国が非常に重要な位置を占めるようになったっていうのが、まあ、今日と。 いうことですが、まあ今回のコロコロナで、はい、その流れがまた変わっていくというふうな大きなあのまあ激動期に入ったかなと思います。あのイランは何なんですか？ イラ,ね、イランもやっぱり最初にボーン爆発しましまたよよねねそうなんですよ、ねはい、私もね中東のことはあんまりよくわからないんですけど、うん、どうもやっぱりねあのトランプさんはあのイランで殺しましたよね彼を。うん、でもなんかうまくイランを操縦できるようになったのか中国との関係は今あんまりよろしくない感じがするんですよ。ただ言えることは もともとアメリカの CIA が持っていたこう暗号とか、はい、そういったものを解読はイランが中国の教えたって話もあるんですね。<ー>ですからあの中国にとってはイランはとても大切で、あと北朝鮮っていうのも兄弟で、うん、非常にそこら辺がまあ近い関係にあったんですが、はい、どうもこの一年ぐらい変わってきてるような感じはします。なるほどね。うんあの一帯一路っていう、はい、まあ一応まで動いてると思うんですけど、その 一路の方ですね、回路の方ですけども、なんか一応そこにこう乗っている国々がこっちか乗っている国々がだんだんこうそのまあ順番にコロナウイルスに侵され絶体って <laughs> そういう印象を受けたんですけどね。はい、いやそうだと思いますよ。はい、例えばあのドイツのデュースブルクとか、鉄道ですよね。はい、重慶から鉄道を走ってますよね。はい、だからそういったところで言えば、もう人の行き来はすごいのと、うん、あと多くはまあ日本人の場合ドイツっていうのはどうしても 我々同盟国だったっていうね、はい、第二次世界大戦の時その印象強いんですけど彼らは共産主義者多いんですよ。はい 非常に多いんですよ特に戦後は東ドイツもあったわけですし、うん、そ,そこの人たちは全ての思想信条を変えてるわけではないんですね。ですから中国との結びつきが非常に強い人がそのデュースブルクにたくさんいるんですよ。はい、だからあそこもどうも相当数コロナにかかってるという情報は出ていてただやはりドイツは医療状況といいますか設備とか環境がいいっていうことなのか、はい、あ幸いにして死者はそんなには出てないみたい。うん 本当、ね、にイタリアの死者は、まあ、スペインもそうですけど異様に多いですよね、<う>アメリカもですけどそうなんです。やっぱりハグハグもそれはそうだとは、うん、言ってもあとはやっぱり医療設備かなという気がするんですよね、うん、あともう一つはなんとなくだからこれっていうのはその陰謀論みたいにもなってしまうけど、はい、誰かが強いウイルスを持っていて巻いたのかなって、うん、ちょっと思っちゃうぐらいはい。 ですからそのイタリアの北部とあとイランも当初すごかったわけです,です、ね、あとニューヨークあたりも確かに中国人とに危機が多いということもあるんですがその分何かこうなんか原始的ですけどビニール袋じゃないけどウイルス持ってポンと何かやったのかしらって思うぐらいあとスペインも非常に今増えていますから、はい、イタリアと競っていてやはりスペインもイタリアと似ていてちょっと中国を こう甘く受け入れてるんですよね。うん、それは関係あるんじゃないかなと思います。やっぱり行ってるんですか？あのバレンシアのあたりとか、中国人っていうのは、バレンシアはね。正直にいっぱい行ってるかわからないんですけど、はい、でも、やはり、その革製品を作ってるエリアとかには相当数。中国が行き来をしてるっていうことと。うん、あとあの、王室もなくなりましたよね。マリア・はい、テレサさんでしたっけね。うん、まあ、八十四とか六とか、そのぐらいでしたけど。 あ割とあの社会主義者のような方だったんですよね、はい、だから中国と近い接点があったんじゃないかと。という感じはする。うそれを揃えたらあのイギリスのチャールズ皇太子とか、はあはい、あるいはボリス・ジョンソン総首相とかまで感染してしまうどういうルートなのかなっていうのが気,に気になるんですけど、ね、ねえなんかやっぱりほら機密クラブがあるじゃないですか、まあ、社交界がそこで強いクラスターが1人か2人いたのかなって。 思っちゃいますよね。あのこれ思ったんですけど、まさにそのジョンソン首相とかチャールズ皇太子などもまあ典型ですけど。感染症って人を選ばないじゃないですか。はい、だかこの人はお金持ちだから感染やめとこってウイルスは思わないわけですよ。そ<う>はい、だこう、まさにこういう時期にその国家が全体として。それでお互いに助け合うことができますかっていうのがまさに歴史から問われてる。その疑問、問いだと思うんですよね。うんはい。 コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちららの QR コード、また概要欄からお買いい。求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね